3802号、全照灯、微灯が丸型。空調制御装置は C 車1台のみの設置。3805号、全照灯、微灯が角形。3808号。嵐車庫2004年6月撮影広島電鉄3800系電車とは、1987年に登場した広島電鉄の路面電車である。愛称は、グリーンライナー。 広電では3700型に次ぐ連接車であるアルナ後期で製造された広電で初めて VVVF インバータ制御が採用された路面電車である市内線と鉄道線である宮島線を直通運用できる車両で床面高を 780mm と従来より低くしている最終的に急変性が製造されて宮島線の主力として運用されている 2005年8月に3805が電話会社の全面広告者になった。将来、宮島線での連結運転を行うことを見越してか、全車両自動連結機が設置可能な設計になっている。運転使用性の際に教習、試験車両としても使用される、3801から3803、百9 8 7年に製造されたグループである。ヘッドライトが丸型である。 なお3801は3800型で唯一幕の位置が異なる。また3802.3803は空調制御装置が C 車搭載1台に変更されている。3804.38051988年に製造されたグループである。各系のコンビネーションライトが採用された。ヒロデンが導入した昭和最後の車両となった。 3806から3 8 9 9 8 9年に製造されたグループである。仕様は3804.380とほとんど変わらないが、運転台後ろの広告スペース部分の配置が異なり、手すりが設置されている。その後の量産は3900型に移行した。2019年8月。 3807.3808号が3700系に編成と入れ替わりで、仙台車庫へ転属。同形式の仙台車庫配属は導入後発となる。2019年9月には3806.3809号が3950系に編成と入れ替わりで、仙台車庫へ転属。2020年3月には5200系に編成が、荒れて車庫に入しかしすぐに3805号は、 荒れて車庫へ戻った。仙田車庫所属の3804万3806から3809号は市内線線用。荒嵐車庫所属の3801から3803、3805号は2号線線用運用となっている。荒嵐車庫所属車は朝ラッシュのみ、宮島口方面広電本社前の運用につくことがある。ただし、毎年7月末に行われる。 広島港夢花火大会の際は、臨時列車として、5号線や海岸通からの区間運用につく、突起がある場合を除き、2020年5月現在の状態を示す、ABCDEFGHIJKLMNOPQR、鉄道ジャーナル第21巻第10号、鉄道ジャーナル社、1987年8月、117ページ、ありがとうございます。